ジジョーマです。はい、こんにちは。ありましこです。よろしくお願いします。ランラン、ランラン、はい、久しぶりにやったね。先輩にもらったやつ、ランラン。はい、はい、ということでですね、11月10日、おこの間ですね、おイベントがあったんですよ。俺が行けなかったやつか。そうなんです。あ、はい、いいね。なんと山男アンダーパスさんの主催イベントですね。イベントタイトル、ロッキンマイアップタウンボリューム2。ボリューム2、はい、ボリューム1覚えてますか。僕たちも取材入ってますよ。ですよね。かのっちさん行ってないんですよ、実は。俺とゆうきさんで行った。ああ、そう、ゆうすけさんのエアフォースの展示450足。あの動画大好評でしたね。ねえ、ねえ、も行きたかったもんだって。そう、今回はですね、ガラリとイメージを変えまして、おいで、なんとですね、あの原宿のプリビレッジさんとのコラボレーション、そう、あのラファイエットの扱ってるお店ですね。おーおーおー、奥にある裏腹の、そちらでですね、スニーカーアーティストの方のジカポッパさんを招いて、なんと20足のエアホースをペイントしていくっていう、マジでイベントやってたんですよ。面白そうじゃん。そうで、実はですね、あの前の段階で、うん、その白いエアホースを買った人、全部アーティストの人が書いていくっていうイベントやったんですよ。いいなぁ。しかもどんなものになるかわからない、ジカポッパさんの気分次第で塗っていくっていう素晴らしいイベントですよね。そのね、イベントで思い出したのが、昔ね、カンニャのお祭りで、うん、超有名タトゥーアーティストさんが、うん、もう自動販売機って言って、ハリボテの自動販売機に手入れると勝手に取ってくれるっていう。それは怖い。めっちゃ人気だったらしいよ。まあそういう感じのね、だから有名アーティストさんが書いてくれるっていうイベントなんですよ。それは面白そうだな。はい、しかもライブペインティングです。おはい、そういうイベントがありましてね。はいよ。はい、僕一人で今回行ってまいりました。お、はい、なのでね、ちょっとビデオを撮ってまいりましたのでね、はいよ、二人でちょっと見ていきましょう。ということで、ロッキンマイアップタウンイベントリポート行きましょう。よー、はい、見てください。僕が行った時にはもうペイントがだいぶ終わってました。真ん中ぐらいですね。見てください、この可愛い感じ。このお方、そこの人がジカポッパさんです。へー、俺もキャタピラ描いてほしかったな。かっこいいよね。かっこいい。めっちゃかっこいいでしょ。めっちゃかっこいい。これ今着てる僕の T シャツですね。ねえ、これかっこいいよね。かわいいよ、かわいい。そう。で、キックシックスのね。うんうんうん。あって、かっこいい。ロッキンマイアップトゥータウン。アップタウン。タウン。はい。で、こちらが、そうですね、キックシックス。入れたときこういう感じになるんですよ。すげえすげえ。ねえ。で、これは店内のね、T シャツなんですけど、普通の。かっこいいですよね。あ、ほんとだ、書いてる。書いてますよ。ペンで。ペン1本ですよ。すごいね。うん。ねえ、はい、でどん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 できていくんですよ、こうやって。すごいすごい。そう、これ当たりですよね。キャタピラ、キャタピラいいね。キャタピラ、どん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 できていきます。かっこいい。キャタピラかっけえな。ナイス、見てよ、見てよ、これ俺のめちゃめちゃ流暢な英語、そして強引なハグ。お前、コミュニケーションスキルちょっと上がったな。はい、こんな感じでね、今回のイベント小規模なイベントだったんですけど、うんうん、すごくね、こうおしゃれな ね展示がされてて、いいね。はい、でね、今回ね、主催の山男アンダーパス、うそいさんおやとプリビレッジのあきらさんにインタビューできたので、そちらの動画もちょっと見てください。どうぞ。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、山本アンダーパスのうそいさんとプリビレッジのあきらさん、よろしくお願いします。はい、実はですね、あのうちの藤森ゆうきがラファイエットの大ファンなんですよ。ありがとうございます。はい、ですよ。キャップかぶってます。そうですね、かぶってます。ありがとうございます。はい、でですね、今回のロッキンマイアッタンボリューム2、前回とは全然違う形ですね。はい、もう今回どういう形でこういうイベントになったんですか。まず前回は、はい、35周年ということだったので、はい、今までどういうことをやってたかっていうのを武井さんに協力してもらって、はい、販売を展示するということをしたんですけど、今回はそのエアパスワンが乗せてきた
カルチャーで、はい、まあ、スポーツとかストリートカルチャーっていうのがあると思うので、それをこうどういう形で見せれるかっていうのを模索して今回ご協力いただきました。なるほど、はい、それでストリートアートみたいな。そうですね、ストリートアート練習戦場にあるものも多いし、はい、今ああいうポップなアートは注目されてると思うので、今回ちょうどタイム的には重なったかなと。いやー、めちゃくちゃ面白いですね。今回は上野から飛び出して原宿でということなんだ。でどういうことで原宿でやることになられたんですか？まあ、元々、いろいろつながりがあって、はい、やらせていただいてて、まあ、僕らもスニーカーをまあ、ナイキさんが正規でやったりとか、はい、まあ、いろいろしてたんですけど、やっぱりそのザ・スニーカーショップっていうやっぱりその歴史があるところと、はい、ぜひ何かやりたいということで山本さんと今回ご縁があってやらせていただきました。なるほど、はい、もうそこで合致したっていうことですね、目的が、はい、ね。まあ、これから上野行かれた時は山本さん、 そして原宿来た時はフィギレッジさん、はい、ぜひ。今回ありがとうございます。本当に呼んでいただいて、まあ、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでカノッチさん、おや、インタビュー見ていただきましたけどどうですか、久々に見たウソイさんの顔は。いや、元気そうで何よりでございます。ねえ、本当に工事止めよ。止めれねえんだ。マジでお隣の方、僕は会ったことないんですが、はい、優しい人ですか？アキラさんはとても優しい人です。ちょっと一見怖そうに見えちゃったの？うん。そんなことないよ。あのね、お前が言うなっていう言葉が聞こえてきたんだけど、うん、臆病なんだって。いや、それも素敵な方です。いやでも、うん、プリビレッジさん、うん、まあ、ラファエットを、ね、中心に扱ってるお店なんですけど、うん、カドッチ意外と好きそうだなって感じがして。あ、マジで、うん、じゃあ今度ね、行こうよ、そういうとこ。そうだね、うん、うん、俺アトモスさんでもコーヒー飲みたいし、うん、うん、連れてって、私を原宿にも連れてって。いいよ、おや、うん、ただ竹下通り入んないからな。いいじゃん、ちょっと。まあね、そんな感じで原宿のカルチャー、上野のカルチャーがね合体してこういう形になったというね。いや、すごいよね。すごい、うん。インタビュー見てて思ったんだけど、うん、ヒップホップと、うん、靴の融合があるんだったら、うん、そろそろハードロックと靴の融合もあってよくね。いいね。なあ、そしたら俺頑張っちゃうのにな。上野っぽいイメージでしょ。おや、上野っぽいイメージのハードロックでしょ。おありだね。ありだよね。俺もちょっとやってほしいな。でも、うん、そんな子たちがいっぱいうろちょろしてたら怖くていけん。そうだよね、上野ってさ、レザーのさ、カドチが好きそうなアクセサリーもいっぱい売ってるし、それに合うようなね、うん、スニーカーカルチャーもね、ちょっと見たいよね。見たいよね。ねえ、かなり一部の人にヒットするイベントですけどね。そんな感じでね、まあ、イベント終わってしまいましたけどね、この T シャツとかはね、まだ残ってんじゃないかなと思いますんでね。かわいいわ。そうで、山本さんではグレーが限定で、うん、プリビレッジさんではネイビーです。で、両店舗でホワイトとブラックのもの販売してるみたいですのでね、ぜひとも。いいね。ね、もちろんキックシックスのシューレースもね、おうおう、在庫ある限り売るということなんでね、ぜひ見ていってください。かっこいいですよ、もう限定ですよ。いいね。うん、今度作るから、このプラモデル。あー、いいねー。そのプラモデル欲しいな。はい、ということで、以上、青春オーバーランでした。またねー。